ルイジです。競馬場で来てるんですけど、まだちょっとレースまでに時間あるんで、今度はシンジ君がナンパするっていうやつやります。めちゃめちゃ反応いいんで楽勝でしょ。5人中4オープンして逃げる気だったんで、めちゃめちゃいますよ本当に。行ってみたいと思います。行きます。イエーイ。行け信じ。信じちきってる。ちきってる。ずっとついつい、はい、よし、ちょっと競馬有利だなと思って、今日初めて来たんですけど、結構来るんですよ。初めてですよ。落ち着け、信じ。なるほどね。
すぐっすね。変な名前じゃねえっすね。新次もメルギー成功しました。よいしょ。結構仕切りよくて。でもアウェイだもんね。そこアウェイですね。あまりにも罠にしない感じがして、ただ僕俺はもうすぐもうもはやホームとか感じてますけど、うん、結構話したらもういい感じで。え、何人ぐらい行った？3、4人だと思います。あと天皇杯じゃなくて天皇賞だから。もう間違えたら、女子は女子で訂正しねえし、素人同士だとちょっと逆に話も分かんないね。結構素人いるんですマジで、うん、ほらまたあそこにも一人可愛い連れいるかもしんないけど、まあちょっと激アツナンパスポットで、ナンパ者はちなみにゼロです。ゼロゼロマイナスです。むしろマイナスです。これ3人声かけて1人エルゲなんで、会話成立が、まあ結構したよね。そうそうそう、3人だっけ、4人だっけ、いやこれはもう激アツスポーツですマジで、うん、競馬知ってる人だったらもっと湧くんじゃないでしょうか、うん、って感じでわしも競馬場行くわい。こんな素人でもでなんかエルゲできるんだったらナンパするわいと思った人は高評価コメントチャンネル登録お願いします。いやそんなん行きたいけど全然できんぞってなってる人はもうほんともったいなすぎるので、 LINE にいろいろナンパできるようになるための方法を発信してるんで登録しておいてください。